樹形病院は、熊本県熊本市西区にある、キリスト教系の医療法人生物部会が設置、運営する病院。東京樹形会医科大学及びその付属病院とは、無関係。マスメディアなど一般には、赤ちゃんポストと呼ばれる、新生児保護施設、コウノトリのゆりかごを、設置、運営していることで知られる。1898年10月、私立ハンセン病療養所。 町老院と同時に同一敷地内に同じ創立者によって設立された。近隣のカトリック、島崎教会のバザーなどの行事にも病院として参加している。時計病院名誉委員長の蓮田昭一、時計病院理事長県委員長の蓮田太氏には、戦前期の国文学者である、蓮田全名の息子である。二千六年十二月十五日、河野鳥のゆりかごの設置申請を、 熊本市に提出。2007年4月8日に熊本市から設置の許可を受け、2007年5月10日から運用を開始し、同時に時計病院は予期せぬ妊娠や赤ちゃんの将来のことを相談する窓口 SOS 赤ちゃんとお母さんの妊娠相談の運用を開始した。2014年に行われた。 同病院のハスダフトシ医師による講演によると2007年から2013年11月までの同病院が相談を受けた事例やゆりかごの使用者のうち自分で育てることになったのが235件、特別養子縁組を実施したのが190件、乳児院に預けることになったのが28件と合わせて453人の命が救われたとされる。ののゆりかごの活動により、 公益財団法人社会貢献支援財団により、平成26年度社会貢献者表彰、社会貢献の功績を受けている。ありがとうございます。